あのヤマメがヒットしたんですけども、ピットフライについてはこんな感じのマーチブラウン系のウェットですね。ほとんどあのドラグフリーで流し込んでる時にひったくるような感じでヒットしました。次はちょっとニジマスを狙いたいとこなんですけども、出ないですけども、またセッチ系、マーチブラウン系でヒットする。よいしょ、ヤマメね。ヤマメちゃん2本目。今ヒットしたフライはこんな感じのウイングが真っ黒なステッチですね。まあこんな感じでもうざっくり適当なフライですね。でちょっと流れの中っていうよりもあの白泡と白泡まず滑り込ますようなイメージで、流し込むとちょっとあの色変わってる淀み、開きっていうかちょっと流れのないところになんか溜まってるみたいなんで、ちょっとリトリーブで誘って、見たいと思います。あそこ多分ちょっと深くなってるんですね。やっぱりオッケー。はい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 。やっぱりこうやって狙い通り出てくれるんで、やっぱりこの川はやっぱりやめられないというか、うん。ちょっと。フライラインを変えまして、6番のウェイトフォワードっていうのは同じなんですけども、メーカーはマックスキャッチの、6番のウェイトフォワードの
やつですね。で、色はこんな感じの水色みたいなやつです。で、ちょっとですね、前使ってたラインがちょっと視認性が悪かったので変えたとこですね。もう何年も変えてなかったんで。やっぱり暗いラインが見やすいので、スイングさせてる場所が分かりやすいんで、やっぱりこっちのが有利な感じがします。キャスティングの感じとしてはちょっと軽い感じがしますね。前回使ってたやつよりちょっと雰囲気が違う。バットの太さとかが太くなっているバットとかの感じがちょっと雰囲気が違いますね。